皆さんこんにちは、ダイタラです。ドラゴンクエストビルダーズ2進めていきましょうか。さてちょっとね、模様替えというか服装変えました。どうです、ダサいでしょボロボロの服着てます。で、みすぼらしい少年 A でございます。よろしくお願いします。で、ルルの部屋は前回作ったと思うんですけど、まあ多少なりとも模様替えしてますね。ちょっと前よりはいい感じになったかなと思います。で、前からちょっと使ってみたかったね、ここにあるてっぺんのやつね、あの塔みたいなやつも置いたりしてね、まあまあ多少なりともね、見た目とかを今後も少しずつ直していこうかなっていう感じです。ルルも自宅帰るのかお前なぜ裏口行く。で、今日やりたいことなんですけど、今日はね、あの前回の動画のね、一番最後まだ見てない方見ていただきたいんですけど、生肉製造機が割とうまくいきまして、生肉ね、たくさんゲットできました。で、ペットたちのね、幸せ度もね、順調に上がっているんですけど、 100% はまだ程遠いかなっていう感じです。まあ、頑張って上げていくって感じで、前回ゲットした肉も全部突っ込んできました。で、そのね、システムをうまく使ってね、今度自動でレベル上げできないかなっていうね、あの目論みでございます。レベル上げといけばどこかなって考えたらね、まあムーンブルクかなと思いますので、今日はね、ちょっとムーンブルクでね、そのなんだろう、レベル上げ装置みたいなやつを作れたらなっていう感じでやってみたいと思います。それでは行ってきましょうか。さあ、ムーンブルクに久しぶりにやってきました。雪の国ですね。よし、マジ久しぶりだな、ムーンブルク。雪をね、ちょっとついでに今回集めて帰りたいんですよね。青の開拓地のね、が結構ガバガバなんですよね。わかる、みんな言いたいことはわかる。青の開拓地、俺のねところすごいなんか適当にね、作った感がやばいので、あのうまくね、あのリフォームで雪を使って埋めていきたいんですけど、手持ちの雪が実を言うとゼロでしてこの作業してる暇じゃない、まあ、ちょっと雪を集めつつね、今日はやりたいと思います。さあ、そしてね、まずはね、どこにそのあれを作るかっていうのを少し考えましょうか。まあ、その前に久しぶりにちょっとムーンブルク見てみたいと思います。さあ、ここが俺が作ったムーンブルクで、教会もあって、いや、教会作ったな、こんなの。あー、教会屋根作って、ええ感じにして。でも、このムーンブルクね、あれ？どちら様で？あら。誰だっけ、このおばあちゃん。あの、武器商人の人じゃなかったっけ、この人って。なんでこんなとこいんの？ねえ、こんにちは。よう。え、あんた誰だっけ？あんた。で、なんか、勝手に人が増えてる。はい、でこの前ドラゴンクエスト2をねやったんですけど、その時にね、なんだろうな、あのムーンブルクが出てきたんですよね。本当ね、中身のね、あの形とかが本当原作とかドラゴンクエスト2ではね、ほぼ同じで、ちょっとびっくりしたよね。じゃ、そんなことは置いといて、とりあえずいい感じのね、このムーンブルクの城、兵器も全部ぶっ壊して持って帰っちゃったな。これ持って帰れないの？あ、これは持って帰れないんだ。くそ、持って帰ったのかと思ったのにな。で、王様もおらずの、このムーンブルク。一体今は誰が治め、そして何をしてるのか、それは誰にもわからないです。王様の裏口も作ったな、そういや。どうなってんの？わー。ここ王様の部屋や。クソダサ王様部屋や。マジ適当に作った部屋やな。よし、まあ、そんなことは置いといてね。では今からね、このムーンブルク周辺かどこに作るかだね。てかどの敵に対象にして、自動レベル上げ装置を作るかちょっと考えていきましょうか。さあ、この辺に湧く敵といえば、あ、アルミラージもいるんだ。アルミラージもね、肉を落とすんですよ。いいね、アルミラージプラス爆弾岩。いいね、爆弾岩。爆弾岩って経験値がクソ高いんですよ。今回のレベル上げので、やるっていう目標があるので、レベル上げるなら爆弾岩とかもありっちゃありだよね。君はなんか綿を落とすんだっけ？いや、お前もなんか肉を落とすんだっけ、確か。じゃあ紐か、いらね。肉を落とした気もしたんだけどね。多分落とすと思うよ。さあ、誰を狩る対象にするかがね、選ぶの難しいな。じゃあ今度ちょっとムーンペタ周辺ですね。シルバーデビルがこの辺はたくさん湧くんですよね。シルバーデビルちゃんが。シルバーデビルも、毛皮か。いいね、いいね、毛皮。で、君はジャガイモか。メイジトラキーは。うん。戦った名残があるな、ムーンペタ。
うむ、こんなでもいいよね、正直言って。あとなんかないかなぁ。ね。今んところでも狩るなら爆弾岩とアルミラージとかだよね。さあ、罹患とをなんとか、マムルだったっけ、なんか、強くね、こいつ。硬っ。硬くね、めちゃめちゃ。君は薬の墓。まあまあ、ぼちぼち。あ、爆弾岩いるな、ここ。あ、爆弾岩、アルミラージ、ここいるね。ここ、立地的にもすごいよくね。ここ。この辺で少しやってみようか。どうする？どうやってやろうかな。で、いい場所ないかな。あー、このなんかくぼみすごい良くない？ここ。でもどうやって作ろうかな、これ悩むな。いや、前回ね、高台に周りを海に沈めて高台だけに敵を沸かせるって方式にしたんですけど、今回壁があるので、天然の壁があるので、壁で覆われた狩り場ってやつを作った方がいいのかなっていう感じですね。ちょっとやってみましょうか。どの辺まで湧くのかね、まず問題は。いいね、これ。結構おるな。この辺までと仮定してやっていこうか。さあ、どうするかだな、ここから。どうしよう。まあ、とりあえず一旦この辺きれいにしましょうか。これちょっと待って、めっちゃ時間かかりそうなんだけど。マジで。これ大変やぞ。ねえ、ちょっとね、利便性を考えるっていう方向でいくと、でもね、ムーンペタ、この辺ムーンペタなんですよ、ここ。ムンペタ。ムンペタからすぐ近くがいいな。で、ちょっと、もうちょっとこっち側に検討しましょうか。アルミラージュは、でもこの辺までだよな、ほんと。よし。じゃあ、ここで、ライン作っておきましょうか、今から。で、よし。じゃあ、ちょっとこの辺で今からね、作ってみようと思います。いや、俺が今やってる作業、果てしなすぎワロターやねんけど。マジで、マジで俺、正気か俺。正気かダイダラ。お前、この作業割としんどいぞ。で、どこまででやるかだよね、ほんと、範囲を絞って。よいしょ。ガチでやばいわ、これ。ちょ、脳みそ狂ってたわ、俺。まあ。バカなので僕は。バカなことをちょっと極限までやってみましょうか。どの辺までにする？この辺で区切るか一回。ねえ。よし。この辺にしよう。よし。じゃあこの範囲を、平坦に広げたいと思います。ちょっと前回の反省点、皆さん聞いてくれますか？前回の反省点っていうか、その、前回作ったやつあるじゃないですか。あの生肉工場が。あれがね、狭かったんですよ、ぶっちゃけたところ。なのでね、今回はね、ちょっと広さにもね、ある程度こだわっていこうかと思っていう感じでございます。結構ね、綺麗になってきましたね。これ、もう一人欲しい。もう一人欲しいよ。分身してくれ、俺。まあ、とりあえずね、まあ、順調です。ただね、ちょっと気になるのがね、前回ね、モンスターは、なんか特定の地面からじゃないと湧かないんじゃないか説っていうのが、俺の中であって、例えばね、空っぽ島を例にすると、砂漠だったら、お、なんか、やばいモンスター出てきたじゃん。砂漠特有のモンスター。で、で、緑の開拓者だったら緑の開拓者特有のモンスターとかがいたりするのから、やっぱ地面でモンスターが決まってんのかなっていうふうに懸念してるんですよ。で、今回は雪の上じゃないとね、モンスターが実は湧かないんじゃないかっていう懸念もあるんですけど、まあ、普通に今アルミラージ湧いてるので、大丈夫でしょう。ダメだったらちょっとこの辺全部一面を雪に変更していきたいと思います。ほんと果てしねえな、これでも。まあ、俺は諦めない男なんで、最後までやりましょう。さあ、ようやく削り切れました。おめでとう。疲れたぞ。さあ、削り切れたんですけど、これでどうするかだよな、ほんと。ちょ、はしご欲しい、はしご。よいしょ。作業用にね、はしごがあると便利ですので。はしごしていきましょう。で、周りを、ここから、
海まみれというか水まみれ、海じゃねえですね、普通の水まみれにしていこうっていう魂胆でございます。まあ、その前にちょっとまず高くしましょう、ね、全体的に。結構な作業やと思うぞこれ。ね、まあ、水はまげばいいだけだから結構楽だと思うんだけどね、うん、この辺からだから外側とね、この辺が同じ高さになってるところがあったらちょっと面倒くせえなっていうぐらいですかね。今日はこの辺とかか、この辺も削っていかないといけない。さあ今ね、周りを頑張って整地みたいな感じにしてるんですけど、ええ感じに敵はね湧いてるんですよね、ここ。うむ、これうまく調整したらなんかね、いい感じになりそうな予感がミュンミュンしますね。よし、じゃあちょっと水ばらまいきしましょうか。まずは一回この辺とかでいいよね、こんな感じで。こうやってこうやって、あ、やばいかも、大丈夫かこれ。おお、ビビたビビたビビた。よし、でこんな感じでとりあえず水をね溢れさせる作業をやっていきたいと思います。見てみんな、もうなんか水の都みたいになっちゃった。ムーンペダの景色が終わってしまった。まあ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 、でもな、いやこれ完成 しなかったらどうしよう。これダメだったらマジでなんか泣くだけだよね、ほんと。そもそも爆弾岩ってさ、食らうのかな、トゲ罠ね。そこをちょっと試してなかったんだけど、まあ、最悪メーラーでもいいんだけどさ。めって言うけど、1、あ、ダメだこれ。まずい、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 目がガガガ、まだまだ目がガガ、うん、危ない危ない。てか、ちょっと待って、これ効かないのまずくね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってな、目が効かなかったらマジで終わるんだけど、大丈夫か。待て待て待て、まだ試してないでしょ、まだ。で、スイッチ置こう。あおう、床がぶっ壊れたんだか。ノーまあでもダメージ効いてることは確認できた。待って、これ無限に無眼鏡されたら終わるのでは。ちょっと待って、めっちゃめんどくせえ。え、こんな感じでいいかな、とりあえず。で、一回ちょっとね、このタイルの上に、タイルとかスイッチの上に敵が湧くかは分かんないんですけど、こうやっとけばなんかいい感じになるじゃね。で、なんでこれと同じものをひたすら作っていくっていうのが、ね、よいしょ。結構大変やな、これでも。これ、もう一人欲しい。これ、一列こうやって作ってた、置いてた方がいいな。こう、こうや。ね、うわー、これ結構大変だぞ。なんかずっと燃えてるんだけど、これで大惨事が起こってる。でもこうやって少しずつね、なんて言うんだろう、範囲が広がっていってね、ワンチャン敵倒せていけんじゃないかな説あるんだ。倒しちゃうんじゃね、これ大丈夫これ。おう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 、いてー。でもだって、すげえ食らってないこいつら。燃えて。あ、そうか、こいつら、10魔兵団だから、火に弱いんだ、これ。そういう特性もあったので。え、ここ大正解じゃね？ただ、爆弾はやれるかどうかっていうところだけ、ちょっと懸念点。タイルが足りねえ。これなんかさ、永久機関みたいにひたすら燃え続けてくれるおかげでね、めちゃんこなんか、置けば置くほど敵倒してくれるんじゃないか説がやばい。ちょっと待って、これすげえな。燃えすぎやろ、ほんと。敵いるところに今置いていけば、どんどん敵倒してくれんじゃね、中央あたりに引いていけば。おい、こうやって。ほらほら。え、でも待って、あ、食らってるか一応。で、いいね、いいね。これ中央にライン引いときゃいいじゃん。で、ほら。なんかね、もう今物作ってる段階でね、あ、流れちゃった。敵がみるみる死んでいくんですよね、これ。これ強いぞ。これはもうね、レベル上がっていきそう。ほらほら、すげえ。ただ、処理がクソ重そう。大丈夫かな？うわ、やべえことになってる。ちょ、待って、指導くん、マジいらんことしない。大丈夫これ。で、
なんかあそこぶっ壊れたじゃん、もう嘘。はい、やっと埋め終わったもうこれ爆弾はいるところにね、置くのやめた方がいいね。なんか変なことになってるこれ。もうやだ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 ちょっと心折れちゃう。爆弾は寝てる間にダメージ食らってくれるけど、近くに置きに行くとね起きちゃうから、ちょっとそこだけマジで気をつけよう。さあどうですか皆さん、今こんな感じですあの爆弾は邪魔だな、もうほんとこれはどうしようか。先倒すか、これ頑張って。お前邪魔だ。起きた起きた起きた。まずくねまずくねまずくね、これまずくね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 。待って、めめがー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 、終わった、もう人生終わった。ちょっと待って、しのぐ間に合わない。おいもうやだなんでだよおお、ガチなえるこれ。あ、なんか勝手にレベル上がったんだが、とりあえず埋めました今。泣きそうでした。はは、ありがとうレベルアップ。やっぱこれ意外とやっぱ自動レベル上げのね効果あるよこれ。とりあえず爆弾は今湧いてないうちにガツッとね、こっち側置き切っちゃいましょう。このね、今置いてる半分を置き切ってしまえば多分ねやっつけれるので、爆弾は勝手に死ぬのでさっさと置き切りましょう。湧くなよマジでいやでも重くなってきた、めちゃめちゃ処理が追いついてねスイッチ。よし、さあこれが最後の縦ラインです。おら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 、よっしゃー、とりあえずこれでね焼けとる焼けとる。あとはねこっちの横ラインですか、ここをね軽く埋めていくだけですね。いや、やっと終わりが見えてきた。いやでもこれだけでもぶっちゃけもう完成な気がするんですけどね。まあちゃんと完璧主義なので完璧にいきましょうそこは。さあとりあえず斜めには全部置き終わりましたね。いや頑張ったよいやスイッチ全部置く必要ないよね、この作業地獄やぞねえ。まあとりあえず置けるとこだけちょっと置いていきましょうか。まあまあ、いやー長かったけどやっと終わるぜもうすぐで。とりあえず仮自動レベル上げマシーンね、デラックスね、多分これで完成となります。まあ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 、まだね、でもここでモンスターを沸かすことができるのかっていうのがまず一番の問題点になってくると思いますので、ちょっと一回モンスター沸かせられないかね、なんだっけ、生肉工場でやった知識をもとにね、洞窟を作ってみましょうか。どうしよう、ここに一回作ってみるか。とりあえず高いところにこんな風にいやマジでこれでいいのかわかんないですけどね、こうやってよし、こうやればあとはどうしようノープランやからな、この辺ノリで作っとるあかんくせやぞこれ。で、ね、よいしょ、これ後で壊すとして、あれここここここ違うこうやってこうやって、さあこれで洞窟っぽいとかできたけど、あー待って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 、でもいいかこれで。わあ待って待って、やばいぐらい湧く、やばい、よいよいよい、めっちゃ湧く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 。そう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 、俺がしたかったのこれだよこれだよ。頭が見えてる頭が見えてる、いい感じかな。いやでもなんか、うん、さ位置をちょっと調整して、敵が引くほど湧く位置があるねこれ。なんかねえ、はい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 、すげえこれ待って、生肉工場エクセレントじゃんこれ。だって生肉の量がなんか異常に多いじゃん、毛皮もだけど薬の葉もだけど、で爆弾岩を枯れるっていう最高のやつじゃんこれ。え、ちょっと待って、これレベルガチで上がんじゃね、少し放置してみますね。お、レベルアップー。
や、これね、ちょっと反省点がやっぱありまして、なんだろうな、視界を狭めてね、枠ポイントをちっちゃくしてるのでね、こんな横に広げる必要がなかったってやつですね。さあ、オーガの盾だってすげえ。新しい装備覚えんのまだ、40とかで。じゃあレベルを上げる必要はやっぱあるんだね、これ。だから、端っことかがね、正直無意味なんですよね、こっちの方とかが。枠のが正直って中央だけっていう感じになってまして。ねえ、よいしょ。なんか意味ないねーって。ちょっと回収してみましょうか。ちょっと待って待って、生肉うめえ、なんだこの量、待って、爆弾岩の量もやべえ、なんだこれは。ほらこっちの方めっちゃ少ないでしょ。湧いてるっちゃたまに湧いてるっぽいんですけどね、あまりにも量が少ないっていう感じで。うわ、やって、生肉だって100個でしょこれ。え、すごいうまい、なんだこれ。え、爆弾も作り放題じゃんこれで。え、大爆発祭りできるこれもしかして。え、これすげえ美味しい。え、半端ねえ。全自動レベル上げマシーン。待って、俺これをやりながらスマホゲーしてたら勝手にレベル99になるんじゃねえのこれ。ねえ、プールなっちゃった。ここはほらほら、こうな、シドウくん、よ、元気。ねえ、よーし。俺どんどん強くなってっから、シドウくん待っててくれよ。あー、レベル上がってた。あ、これ、このレベル上げね、俺すげえいいわと思ってね、今放置してぼーっとしてたんですけど、レベルが上がったって時点で、ボタンを押さなきゃいけないんですよ。俺、寝てる間これで放置しとくかなと思ったんですけど、これダメだな、寝てる間は。結局すごい効率はいいんですよ、これ。ほんと正直言って、これ見ててもらって分かる通り、こうやって放置してるだけで敵が無限に湧いて、もうちょっとなんかやばいことになってんすよ。なんでレベルはほんとなんかもうメーターの上がり方見てよ、ほらメーターの上がり方。え、もうこんな経験値稼ぐのこの人みたいな。多分効率的には最高効率クラスだと思うんですけど、ちょっとね、何か作業をしながらっていう形で、あと、範囲をぐって狭めてやったらもっといいかもしれませんね。よーし。じゃあすいません。ちょっと今回ね、多分、これ作って、割と1時間ぐらい作って疲れちゃったんで。今日はこれで終わりたいと思います。次回またね、開拓レシピとかやったり、ね、何しようかな、開拓レシピやったり、また新しく建築ね、したりとかやっていきたいと思いますので、また次回も見てください。オトペです、じゃのー。これ、ええな。